洪水による被災地域水没するグレンビル付近被災者キャンプミシシッピ大洪水は1927年に起こったアメリカ合衆国史上最大の被害が出た洪水である。1926年夏、ミシシッピ中央盆地に大雨が降ることに始まり、9月までにカンサス州とアイオワ州のミシシッピ川支流は合和状態になった。1927年初頭には、 ナッシュビルにおいてカンバーランド側の堤防を水が越える。ミシシッピ側の堤防は145カ所で決壊し、7万平方キロメートルが洪水に襲われた。一帯は10メートルの深さで浸水し、7つの州で246人が死亡、被害総額4億円以上の被害を出した。アーカンソー州、イリノイ州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、 ミズーリ州、テネシー州アーカンソーが最も被害を受け、14%の地域が洪水の影響を受けた。1927年5月までにミシシッピ川はメンフィス下流で川幅 100km に達した。ABC 中地幸い、ウィリアム・フォークナーのザ・ワイルド、パームスとリチャード・ライトのダウン・バイ・ザ・リバーサイドにおける1927年のミシシッピ川、大洪水。 鶴文科大学研究企業第64週2006年 P67 から81鶴文科大学一瞬0286から3774ありがとうございます。